こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。おはようございます。さあ、メダルもいただきました。おみくじも引きましょう。もう一回。ああ、来ませんでしたね、今回は。富札って何だったっけ？そうなんですね。足りませんか。変哲とかいろいろありますね。三段ケーキなんてあるんだ。競馬場ガチャチケットがあるんだ。これもいいですね。競馬場ガチャチケットなんて使えるんだ。ゴールドにも交換できるってことですね。ガチャですね。今回はラガーレグルス、懐かしい。聞いてくださいよ。さあ、今回のメインはこのカタウレールウェイがいよいよあと6周ですので引退レースになります。その引退レースとして選ばれたのが SWBC ですね。やりました。ありがとうございます。株券も手に入れて報酬のメダルもいただきました。疲労回復。これなんだろう。あ、なるほど。成長促進と。適正な馬体重ですね。お、調子が落ちている。元気いっぱいです。さあ、会話を上げて体重を回復をしないといけない。嬉しそうですね。クエストを達成しました。あと何週かな？ 3 週？ 3 週ですね。適正な馬体重ですね。もっと疲れてきているので大根を嬉しそうですね。使います。料理ですか？それなりにできますよ。それなりとは？いっぱいに追いましょう。
0キロのキロ回復。嬉しそうですね。ということで挑戦します。 SWBC です。ジョッキーは誰がいいんだろうな。エビナさんでいきます。さあ1時間14分待ちますね。果たして、結果はどのようになるのでしょうか。はい、また後で、結果をお知らせします。お待ちください。お待たせしました。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。 SWBC 結果が出ましたので観戦しましょう。3番人気ですか。3番人気か。ただいまより投票受付を開始。5頭出てるんですよね。その中の真ん中の人気、3番人気202番ですね。できればスタート決めたい。この中で SWBC 取ってるはいるかな。2着がありますね。エセピンク、はい。というわけでこれが型のレールウェイの姿です。ついにここまでたどり着きました。いよいよ勝って優勝の美を飾りたいと思います。さあ20丸は1番人気エセピンクと3番、2番人気アクセルプログレスが分け合ってますね。我が型のレールウェイは丸が2つついております。では見てみましょう。僅差だと思うんですよね。さあ開いて競馬の歴史が基本的にオープニングと一緒ですね。ダレアラビアンということで、古書物、緊張の一瞬が近づいてまいります。自らの思想を超えるとき、その目には何が映るんでしょうか。はい、スタートゲート。スーパーワールドブリーダーズカップ、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループ悪くないスタートですね。さあ入れ替わります。先頭がエセピンクは出遅れたんかな、後ろに置かれました。その後ろ、アクセルプログレスは濃いものをつけてますね。そのうちカタロレイルウェイ、そしてその後ろからダーレアラビアン、内から1頭マッジェム、ここから474メートルは海の中を走るガラスのトンネルコースです。コインの後ろにつけてます。これが一番人気のエセピンク、セピンクファイアリーターク、そのうちからはスリールナーク。もう一度前から整理してみましょうか。先頭行くのはオルコックアラビア。さあちゃんと動けるかどうかですね。ペースはかなり速いですね。海の世界に別れを告げて地上の世界へと戻ってまいります。その後ろでやりましょうか。エクリプス、それから11番ロドルフィンバルブ、アクセルプログレスがそのゆっくり上がっていってます。黒い馬体プロロン、もう一頭。さあうーんっていうプログかな。さあアクセルプログレスが上がっていく。オルコックアラビアンだ。先頭はさあどうだ。そうそういっぱいになるコーダが、
スターアクセスプロレス、そしてバイアリーターク、あー伸びきれない、3着争いか。なんと勝ったのはバイアリーターク。登録出場馬勝てませんでした。5着レースを終えた馬が戻ってきました。クエストを達成しました。プレゼントが届いています。何かご用でしょうか。ご存知ですか。料理ですか。それなりにできますよ。